ままじゃラッチが開かない。一気に行くよマッシュ。あ、バッカーボルト、リロード、幻想強化。あ、マスター、さらにレイズでバッカーアップ。いけませんマスター、よく見てください。いや、言うてそんな一回とかでしょ。そしたら追撃で。マスター、誰かお客様の中に必中もしくは無敵貫通とか強化解除ができる方いらっしゃいませんか。いえ、今日の投稿者は、俺の後輩が必中持ちで強すぎるみたいなやつ書いて。5秒で断る。ごめん、5秒は言い過ぎました。でも書けるよね。マシのことならだいぶ観察してきたでしょ。ああそうだな。だが今の俺にとって書きたいものでなければ書くべきものでもない。要するに気分じゃないというやつだ。そんな、俺も一緒にやるよ。ネタ出しとかみんなでやればすぐできるって。あれ、我が輩も手伝うことになってます。ふざけるな。素人が介入した作品なんざ余計に最悪だ。吐き溜めに危機として飛び込むバカがどこにいる。書いてくれたら1週間休んでいいから、うん、2週間、うん、1ヶ月、うん、気が変わった。とびきり青臭いやつを書いてやろう。お前もネタをよこせマスター。よっしゃ。ね、マシは強くて賢くて可愛くて、ほうほう、具体的にはいつもみんなを守ってくれる唯一無二のシールだ。パーティーの要、最近は攻撃もどんどん強くなってる頑張り屋さんのマッシュ。ナビもできるし賢い、努力家でお菓子作りも上手、歌とダンスもできる、何着ても似合うし何でもできる。だから必中攻撃もできるはず。おーマッシュ、俺の後輩、必中持ちで強すぎる最強の後輩、盾の乙女に幸あれ。ダッカーイ。このシルエットは何でしょう。あれかな、それともこれかな。正解はこちら。わかったかな。次回もお楽しみに。無理だよこんなの。